2024年7月末、中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦が沖縄県近海に進出し、尖閣諸島周辺で活動しているとの情報をキャッチしました。今回は、尖閣諸島周辺の現在の動きを詳しく見ていきますね。防衛省は、この中国艦の動きを公開し、海上自衛隊の村雨型護衛艦、霧雨と P3C 哨戒機を監視に派遣。中国のスパイ船を監視沖縄近海で行った謎の活動。日本にロックオンされたら逃げられない追艦ミサイルも魚雷もあるよね。中国が自国の海軍艦艇や海峡局といった政府の軍事機関の艦艇や船舶を投入した活動を周辺国の近海で行い、圧力を高めている事例は数えきれないほど発生しているが、この2024年7月末にも、そうした状況が報告された。防衛省の統合幕僚監部の発表によれば、2024年7月28日に中国海軍に所属する東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦が、沖縄県方面の日本の近海に進出し、何らかの活動を行った疑いが呈されている。まず、今回は、2024年7月28日の朝に、中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦が、沖縄県の与那国島の南方およそ 60km ほどの位置から北に進路を取り、道東と西表島の間を北東方向に進んだという。その後、当該の中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦は、尖閣諸島の魚釣島の西方およそ 70km ほどの海上に進み、そこから、さらに北に向かって航行したことが報告されている。防衛省の統合幕僚幹部からは、この時の中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦の航行時の写真も同時に公開されており、艦橋上部及びその後方に、球形の複数のレーダーを搭載していることが確認できる。ただし、今回、当該の中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦が進んだ航路は、いずれも、日本の領海への侵犯を伴うものではなく、その意味では、即座に、日本政府が、何らかの抗議を中国に対して行うという、類の自責ではなかった模様だ。それでも、海上自衛隊は、当該の中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦の動向を監視するため、村雨型汎用護衛艦、監視記号、DD の4番艦、霧雨と P3C 哨戒機を、その動向をつかむべく派遣した。ここで、海上自衛隊が投入した、村雨型汎用護衛艦、監視記号、DD の4番艦、霧雨は、長崎県の佐世保港を母港としており、第4護衛隊軍第8護衛隊に所属し、今年2024年6月には、南シナ海で実施された日米可比共同訓練にも派遣された艦艇だ。村雨型汎用護衛艦は、基準排水量が4400トン、満載排水量が6100トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルの艦体を持ち、1993年から2002年にかけて全9隻が建造され、未だ全隻が収益中である。また、P3C 哨戒機の方は、沖縄本島の那覇航空基地に所属する機体とのとこなので、部隊としては、同機を装備する第5航空艦隊飛行隊であろうことが、防衛省の統合幕僚幹部の発表からは想像される。このように、海上自衛隊としては、海上からは、村雨型汎用護衛艦、監視記号、DD の4番艦、霧雨、空中からは、P3C 哨戒機によって、中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦の動向を随時把握していたと言えよう。そんな出来事ではあるが、当該の中国海軍の東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦とは、厳密な艦種上では、電子偵察船に分類されており、1999年以降、ベースの815型が1隻、改良型である、815A 型が4隻、815A2 型が4隻の合計9隻が収益中とされている。東町、ドンディアオ Q815 型情報収集艦は、満載排水量が5998トン、全長が 130.0 メートル、全幅が
16.4 メートルの艦体を持ち、機関部にはディーゼル機関を2機搭載、最大速度は20ノットで、およそ250名の乗組員数と見されている。他国の海軍の情報収集艦を見ると、その任務ゆえに兵装は搭載していない艦艇も多い中、東町ドンディアオ級815型情報収集艦は、37mm 連装機関砲を1機、25mm 連装機関砲を2機、3連装単魚雷発射艦を2機搭載するなど、比較的に兵装も充実させている。今回、防衛省の統合幕僚監部が公開した写真画像によれば、当該の中国海軍の東町ドンディアオ級815型情報収集艦は、艦首部に艦番号799とペイントされているのが確認できるが、この情報収集艦は近年頻繁に日本の周辺海域に進出している。直近では2024年6月30日には中国海軍の東町ドンディアオ級815型情報収集艦の艦番号795の艦艇が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東方面に抜けて進み、太平洋へと進出したことが確認されている。また、昨年2023年7月には、オーストラリアの北東部のクイーンズランド州の沖合の同国の EEZ、排他的経済水域内へ、東町ドンディアオ級815型情報収集艦が進出したことも画像付きで報告されている。この時は、その近海で、オーストラリアとアメリカとが主催し、日本や韓国を含む延べ13カ国が参加していた多国間共同演習、タリスマン・セイバー2023が実施されていたため、その情報収集のために、東町ドンディアオ級815型情報収集艦が送り込まれたとめされていた。今回の東町ドンディアオ級815型情報収集艦の沖縄県方面への進出については、7月28日から8月7日にかけて、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊とが行った合同軍事演習、レゾリュートドラゴン24に対する情報収集を目的としていたのではないかと推察される。陸上自衛隊とアメリカ海兵隊とが行った合同軍事演習、レゾリュートドラゴン24は、日米同盟に基づいて、両国の軍事的な抑止能力と対処能力を強化する動きの一環として、実施されたものとなっている。レゾリュートドラゴン24は、その目的として、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊とが、各々の指揮命令系統に従って、共同で作戦実施を行う際に定められた相互の連携の要領を、実際に行動を行うことで高め、その連携の強化と共同での対処能力向上が掲げられていた。今回のレゾリュートドラゴン24の実施場所としては、アメリカ海兵隊の山口県の岩国基地、陸上自衛隊の熊本県の県軍駐屯地、航遊春分田室地、大矢野原演習場、そして大分県の比重台演習場、佐賀県の目立原駐屯地、沖縄県の一部の自衛隊施設及び在日アメリカ軍施設とされている。そして、参加した部隊は、陸上自衛隊が西部方面総監部の下で、第4及び第8師団、第15旅団、第2特科団、第2高射特科団、西部方面航空隊、陸上総隊の第1ヘリコプター団等となっており、海上及び航空自衛隊からも一部が参加予定とされていた。アメリカ海兵隊は、第3海兵機動展開部隊司令部の下で、第3海兵師団の第12海兵沿岸連隊、第1海兵航空団、アメリカ海兵隊の太平洋基地所属部隊、アメリカ陸海空軍の一部の部隊が参加予定とされていた。これらの陸上自衛隊とアメリカ海兵隊を主軸とした部隊は、日本の南西諸島を念頭に置いた島嶼防衛を実現すべく、前者は CDO、クロスドメイン・イン・オペレーションズ、領域横断作戦、後者は EVO、エクスペディショナリー・アドバンスド・ベース・オペレーションズ、機動展開前進基地作戦を前提に合同軍事演習を行ったとされる。陸上自衛隊の CDO、クロスドメイン・イン・オペレーションズ、領域横断作戦とは、2018年12月の最後の防衛計画の大綱に盛り込まれ閣議決定された概念で、従来まで乗陸海空の領域に、
宇宙、サイバー空間、および電磁波等の新領域を加味し、そのすべてを戦闘の領域として支配下に収めんとするものである。アメリカ海兵隊のイーボ、エクスペディショナリー・アドバンスド・ベース・オペレーションズ、機動展開前進基地作戦とは、遠征前進基地作戦とも訳され、敵が行う接近阻止、および領域拒否に対し、その圏内に進出して前進基地を設置、そこを敵と対峙する拠点とする軍事戦略である。この陸上自衛隊の CDO、領域横断作戦とアメリカ海兵隊のイーボ、機動展開前進基地作戦とを、作戦並びに戦術の段階で連携させる要領を具体化すべく実施されたのが、今回のレゾリュートドラゴン24となっている。